お城守れお城。おもも も, も間違いない、間違いない。はいどうも、実況者ではなく絶叫者の中野寺です。今日紹介していくゲームなんですが、ロードモバイルっていうアプリですね。はい、こちらを今日は紹介していきたいと思います。ただ大事なお知らせがありますので、最後まで動画を見てもらえたらなと思います。はい、まずですね、ロードモバイルっていうアプリなんですが、このアプリはまずダウンロード数がどんぐらいかわかります？なんと4億4000万。日本列島4個分ですね。このゲームのポイント、魅力として面白いポイントがいくつかありますので、そちらをねまずね紹介していきたいと思います。ただまあ私もね、初めてやってます。初めてやってるのでわからないところも正直あるんですが、やりながらねどんなゲームなのかを知っていこうかなと思います。はい、まずまあ私はちょっとね、レベル6まで上げたので、ちょっとねやりながら思ったことをねまずは紹介していきたいと思います。まずですね、このゲームは人気リアルタイムストラテジー。まずこのゲームっていうものは、趣旨と言いますと、私がプレイヤーがですね、ロード、王様ですね、王様になって国づくりをしながら軍隊を組織して敵対勢力と戦っていくゲームでございます。はい、領土を広げて自由に国づくりができるんですよね、このゲーム。で、何がいいって自由なんですよ。とにかく自由、もう自分がやりたいように国づくりができるっていうのが一番の面白さなんじゃないかなと思ってますね。そしてですね、自由にね国づくりができるだけではなくてですね、育成がねできるんですよね。ヒーローとか、このねお城の周りに、私の領土ですね、はい、私の領土にこのように医療所とか兵舎とかね、たくさんあるんですけど、このように農場とか、こういうのがレベルがねこう上がるごとにね、こうなんて言うんだ、やれることが増える。すいません下手くそで、いやでもわかるでしょ皆さん、これね本当にね一つの動画では収まりきれないぐらいやることが豊富なゲームですね。はい、これね冒険モードと、コロシアム、そして、新しいヒーローもめちゃくちゃあります。これねオンラインでできるので、世界のプレイヤーと繰り広げられるバトルがねあるんですよ。コンピューターだけではないんですよ。もちろんコンピューターでのその討伐ミッションとかはあったんですけども、プレイヤー同士で戦うこともできると。ちょっとね口だけで説明するとわからない人もいると思うので、やりながら説明していきたいと思いますね。はい、このようにね結構 3D な、グラフィックで敵をこうやって倒していく、そして領土を広げていくって感じですね。はい、これ3人でねヒーローと戦っていくんですよね、こうやって。これ自動的にね倒してくれてますね。はい、これ自動的に倒してくれるので、お忙しい方でも慣れない方でもね簡単にできます、このゲーム。お、宝箱だ。おお、はいはい、来ましたね、いただきました。あっざっす、あっざっす。さあ、このように、はい、ボスを倒したということで勝利しましたね。ありがとうございます。さあ、出陣ということで行きましょう。うおーい、はい、このようにめちゃくちゃ置けるんですよ、このように兵士を。はい、見てください、もうね簡単なんですよね、置くだけ、置くだけなんですよ。このように操作が苦手な方もね、これだとめちゃくちゃもう置くだけなので簡単にやっつけてくれます。私やばいですね、まさか、やばい、あ、死ぬ。はい、こう、もうこういうこともありますね。まあまあ、まあ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 ね。うん、
まあしゃーなしですよね。まあこういうことも全然、まあ全然想定内ですね、はい、こういうことも全然ありますよね、ゲームなんでね。レベルを上げることが必要ですね。おい、やられたらあかんやろお前。おい、俺やられたらあかんやろ。おい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 、お城守れ、お城、おもも、もも間違いない、間違いない。しっかり、まあ敵もね、まあ強いこともあります。その時はね、ここからですね、味方をですね、このように栄誉のためになんか装備をしたりね、装備をすれば HP も上がったりとかしますので、はい、こういった感じでね、基礎能力を上げていく形ですね。はい、あとですね、ギルドというものがありまして、世界中のギルド仲間と協力して、プレイができます、このゲームね。はい、かなり、交流が深める、そして、なおかつ、同盟も組んで国づくりができるというか、王国を築くことができますので、めちゃくちゃ内容の濃いゲームとなっておりますね。視聴者さんが、私の隣に、城を移動するためにはですね、初心者用転送の巻物というものが、必要となります。はい、使用方法はですね、お城のレベルが5以下、かつ、ゲーム開始から3日以内のみ、使用可能となりますので、気をつけてください。まあこの巻物があればね、私の隣に移動できますので、ぜひぜひ、来てもらえたらなと思います。はい、そして、ギルド参加に関しての方法はですね、テロップで見てもらえたらなと思います。はい、ここに入ってもらえたら嬉しいです。うん、ギルドは上限ね100人なんでね、早いもん勝ちになりますんで、入れなかったは、もし万が一入れなかった方は、ファミリーギルドを作ってもらえたらなと思います。そして、はい、動画の最後に、なるんですが、皆様にね、先ほどオープニングで、皆さんにお知らせというかお願いがあるんで、最後まで見てくださいと言ったんですが、皆様にはですね、参加をお願いしたいと思ってます。こちら私、ギルドを作ります。はい、ギルド、なんて言いますかね、クランみたいなやつですね。はい、私ね、クランを作りますので皆さんぜひ入ってほしいんです。なぜかと言いますと、今月、9月の22日の夜7時からスパルタさんという実況者さんと戦うんです。YouTuber のスパルタさんという、方とですね、ギルド同士で、両者のリスナーさんと共にバチコリバチコリ、先ほどね、ゲームしましたよね。先ほどのような兵士をバン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 戦わせましたよ。あのような感じで100人集めて戦いたいと思います。こんなに激アツなことはめったにないと思いますので、ぜひ皆さん、私のギルドに参加してスパルタさんをスパスパルタっていきましょう。意味わかんねえわ。ぜひ皆様のご協力をお願いしたいと思ってます。詳しい情報も概要欄に載ってますので、そちらも、見てください。よろしくお願いします。私視点で、生放送する予定なのでね、はい、夜19時ですね、夜19時から、生放送する予定なので参加してください。よろしくお願いします。概要欄の URL から、ダウンロードすればね、私のメッセージと、ゲーム内の、インセンシティブも、ついてるので、ぜひダウンロードしてみてください。はい、ということで、はい、それではまた、9月22日、夜7時から、配信しますのでお楽しみに。それではバイバイ。アブダルの友達なるか？なる！